サイクルモードライド大阪に来ております。これから内容を見ていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ロックバイク CB です。今日はサイクルモードライド大阪に来ております。朝から来てたんですけれども、ちょっと時間なかったんで、もう昼過ぎになっちゃいまして、ちょっと寒くなっちゃいましたけど、これから内容を見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。3月2日土曜日ですね。この日は午後から雪もちらつくぐらいすごく寒い日だったんですけれども、たくさんの来場者の方でにぎわっておりました。完成車メーカーのブース、パーツメーカーさんのブース、あとは各地方自治体のブースなんかもたくさんありまして、こんな寒い中でもたくさんの人が来て自転車の人気を改めて感じさせてくれる、そんなイベントでした。はい、それでは一発目、入ってすぐのところにありますコルナゴさんのブースに、来ております。もともと株式会社アキボーさんで、僕働いていたので、当時のね、同僚の津島さんなんですけれども、今コルナゴの担当されているということで、今日は今年のコルナゴのね、一押しモデルなんかをご紹介していただけたらなと思うんですけれども、はい、いいですか。はい、お願いします。まあいろいろねあるんですけども、はい、やっぱり皆さんやっぱりコルナゴといえば、ポガチャル選手というところで、まあちょっとすごく目玉商品がありまして。なるほど。こちらですね、V4RS、 もう本当にツールドフランスで、まあ、活躍している、車体なんですけども、はい、昨年ポーチャル選手、日本に来られまして、ほうほうほう、でなんと我々そのコロナ後代理店として初めて、ポガチャル選手とお会いすることができました。おで、その時にですね、そうですね、お、はい、でその時にいただいた、ここにポガチャル選手の直筆のサインがございます。はい、でこちらの、バナーにも、このように入れていただいて、ちなみに、はい、通常の V4 と V4RS ですかね、はい、と、ポガチャル選手仕様って何か違いがあったりするんですか。はい、フレーム自体は全くございません。はい、同じものを使っております。なるほどなるほど。でもちろんその、ね、周辺のパーツについてはやっぱご本人の、はい、やっぱそういう、まあ、好きなパーツあるいはそういう仕様とかで、変えたりはしてますけども、フレーム自体は市販のものと全く同じものを使っています。なんかね、はい、大体こうコルナゴといえば、はいはい、いわゆるそのカンパニオーロとか、はい、ヨーロッパのパーツで組んでるかなと思いきや、はいはい、意外とエンビーのホイールを使ってたりするんですね。そうですね、まあ、このあたりもそのチームの好みといいますか、でまあスポンサーも入ってますしね、あ、そうなんですね。そうですね、はい、これはもうこの状態というか、はい、まあもうこの当然このサイン入りではないと思うんだけど、はい、この状態で販売というのもされてるんですか。この状態では販売はしておりません。なるほどなるほど。私もですね、そのプレミアムパッケージといって、まあ、フレームとあとパーツを合わせた、形のですね、キット売りというものをしております。でまあ、それによって、まあ、仕様が決まってるんで、お店の方でもね、商談についてこう長くあれやこれやと話すことなく、もうパッケージが決まってるんで、まあ、時間短縮にもつながるということで、まあ、多くの販売店様にもまあ喜ばれている、まあ、そういうようなパッケージをやってますね。なるほど。ちなみにその V4RS、はい、こちらはデュラエース完成車ですね。そうですね、はい、DI2 で、はい、これ おいくらなんですか。これでね、大体そのパッケージ100、そうですね、50万ぐらいですかね。さすがですね、はい、なるほど、はい、で今年のまあ一押しはこちらの V4RS と、はい、他にあとなんかね、はい、グラベルそういうのもあるんですけども、やっぱりその V と違って C シリーズ、はい、まあ、こちらの方はさらにね、まあ、コルナゴの遊び心といいますか、はいはいはい、まあ、ロードがあって、で昨年オールロードが発売されたんですが、はい、つい最近このこちらの C68 グラベルが発売されました。まあ、そのオールロードは、グラベルでもなくロードでもないという、うん、まあ、そういうコンセプトで、こちらのグラベルロードに関しましては、まあ、Unlike any otherなるほど。他にないもの、まあ、そういうグラベルを、唯一無二の存在ですね、はい、立ち上げましたね。
でちょうどね、最近そのポガチャル選手も、この C68 グラベルに乗った、うん、そういう動画などもね発信されて、今すごく注目を浴びているモデルですね。なるほどです、はい。さすがのコルナゴ、お値段も超高いですけれども、イタリアンデザインここに極まれるという感じで、僕も2006年から2012年まで間近でいろいろ見てきましたけれども、ここに来てさらにイタリアンデザインが昇華したんじゃないかなというふうに思います。とってもかっこよかったですね。今後ますますレースでの活躍が期待できるんじゃないかなと思います。はい、それでは、コルナゴさんで、今回ね、ポガチャル選手が乗ってるという V4RS と、あとグラベル、フルカーボンのグラベルロー、C68 の紹介をしていただきました。津島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、続きまして、僕の古巣のね、富士のブランドの、ブースにお邪魔してます。現在ね、僕の後を継いでというわけではないんですけれども、開発をやってらっしゃる尾崎さんに、今年というか、まあそうですね、近年の、富士の注目モデルないし、こう一押しモデルなんかを紹介してもらおうかなと思うんですけれども、よろしいですか。はい、はい。ですね、富士の最新のモデルが、はい、この3モデルで、なるほどなるほど、になります。はい。で、こちらが今年モデルイヤー24年の新から発売の新モデルでして、はい、こちらが、オールドスタイルマウンテンバイクを現代仕様にアップデートしたアルタ、かっこいいですね、というモデルです。色もいいですよね。ありがとうございます。はい、これ26インチですか。こちら26インチです。はい。で今ついてるのこれは、はい、市販のスペックなんですか。いえ、違います。これはちょっと富士の個性として、はい、展示する車両はカスタムして見せるというのが、なるほど、富士の習わしとして、あるような感じなので、はい、こちらはハンドルとサドル、あと前後のタイヤをカスタムしてます。はい、はい、それ以外は純正です、ね。はい、なるほどですね。はい、でその奥にあるのがこちらが、はい、ディスクブレーキのシングルスピードモデル、ベイパーと。珍しいですね、ディスクブレーキのシングルスピード。そうですね、はい。はい、これシングルスピードですけれども、例えばトラックロクロスだとか、はい、固定ギア、ね、そうですね、はい、固定ギアのハブをつけてトラックロクロスとかっていう仕様にもできるっていうのと、あとフォークとかダウンチューブとかにもダボ穴をたくさんつけているので、シングルスピードですけどバイクパッキングに対応させていると。うん、でセンタースタンドダイザーもついてますんで。例えばフェンダーつけてセンタースタンドダイザーをつけてコミューターっぽく使っていただくこともできます。でこの一番奥のがこれ新モデルというとちょっと語弊があるんですけれども、数年前にファーポイントっていうモデルを一度出して、でそれをアップデートしたモデルになります。そうですね、知ってますよ、追っかけてますよ。ありがとうございます。はい、だいぶ変わりましたよね。そうですね、はい、はい、大きくコンセプト、基本的なコンセプトは、富士の砂利っていうグラベルのモデルをもっとコミューターっぽくする、はい、コミューターっぽく解釈するっていうコンセプトで発売したんですけども、それがご好評いただいて、さらにちょっとその味付けを濃くした、その前回の仕様はフラットバーだったのを、こういうプロムナード系の、そうですね、はい、2ピースのハンドルに変えて、よりバイクパッキングとか、うん、キャンピングに、使えるようなバイクとしての色を濃くしたでアップデートしたモデルになります。ちなみにこちらの、ファーポイントは、はい、この電動ですよね。そうですね、はい、電動のユニットはどこのユニットを使ってるんですか。ユニットは、はい、シマノですね。シマノの E5080 っていうモデルになります。はいはいはい、はいはい。シマノユニットの中では、グレースペック的には、それほど高くないんですけども、はい、ただコストパフォーマンスがすごく高いモデルで、はい、先ほど申し上げましたバイクパッキングとかに使うのには、はい、非常に適したモデルになっているかなと思います。なるほどですね、はい、こちらちなみに、お値段はおいくらですか。そうですね、お値段が税込みの37万4千となっております。アルミフレーム、はい、フォークはカーボンですかね。カーボンです。カーボンフォーク。はい、変速は変速が、
シマノのキューズですね。あの、新しいキューズですね。そうですね。はい、シマノが、まあ、9速、10速、コンポーネントとして新しく出したキューズを標準で装備してます。なるほど。はい。ちなみに、あと、あの、リアキャリーもまあ標準でつきますね。標準。標準じゃないかもしれないですね。はい、ということで、今年の富士の注目の3車種を紹介していただきました。僕がね、いた頃、にはなかった、どれもなかったモデルでして、僕個人的には特にね、あの、一番最初に紹介したアルタなんか、すごく味があってかっこいいんじゃないかなと思います。僕も見習って、こんなモデル作れるようになりたいと思います。尾崎さん、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。はい、それでは、改めて富士のモデルを見ていきたいと思います。この26インチのオールドマウンテンバイクアルタかっこいいですね。パワーポイントもね、電動として、すごく長距離走れそうな自転車になってますね。それ以外にも僕がいた頃に作ったフェザーなんかも展示してありました。隣がブリーザーって言って、これ同じく富士のグループ会社で作ってるものなんですけども、黒森専用のブランドですね。レジェンドであるジョー・ブリーズが起こしたブランドになります。続いては、最近話題の電動シフトの EDS さんのブースにお邪魔しています。今日は担当のたくまさんに、商品について紹介していただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ホイールトップのたくまです。電動の、はい、最近、ね、話題をさらってるかと思うんですけども、はい、ありがとうございます。はい、どんな種類があるんですかね。はい、まあ、一番の特徴としては無線の電動変速機っていうところなんですけども、はい、いくつか商品がありまして、はい、大きく分けるとまずはこうフラットバー用の商品ですね、はい、フラットバーの自転車を電動変速化する商品、そして、あとドロップハンドル用のコンポーネント、はい、こちらも無線電動変速なんですけど、この大きく2つに分かれます、はい、でそして、ロード用のこのドロップハンドルバー用のコンポーネントの中で、はい、ブレーキが油圧のタイプ、なるほどなるほど、はい、もしくは今までの旧来の規格としてワイヤーもあるんですね、はいはいはい、に対応したタイプというふうに分かれて、じゃあ結構今までのフレームを持っているユーザーさんとかが割と使いやすいという、はい、そうですね、はい、いいですね。なので、昔のキャリパーブレーキとか、はい、それこそ機械式ディスクブレーキ、それでそういう自転車を電動変速化できるっていうのがこの自転車の特徴、ね、なるほど。でさらにそういうちょっと古い規格の自転車って、うん、あのコンポーネントの変速段数も少なかったりすることがあると思うんですよ、はい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 、それこそ10段とか9段とかあると思うんですけど、うん、実はこの EDS は変速段数も可変に対応できまして、はい、素晴らしい、はい、なんと7段から上は13段まで幅広く対応できるっていうのがこの商品の特徴です。それはその専用アプリとか、はい、そういうものを使ってってことですか。そうです、まさしくその通りで、はい、専用のホイールトップのアプリケーションの方で変速段数の設定とか、はい、あとはどの位置で止めるかみたいな、はい、そういう細かい設定ができるようになっています。なるほどですね、はい、じゃあそれぞれ、はい、こちらがフラットバー用、フラットバー用ですね、でこちらがドロップの油圧、油圧とこちらがワイヤー引きってことですね、はい、それぞれお値段っていうのは、はい、フラットバー用の商品が EDS の OX って呼ばれるシリーズになるんですけども、こちらがリアディレイラーと、あとシフトレバー、はい、あとは充電ケーブルがついてるんですけど、こちらで税込みの8万1400円ですね。はい。はい、で続いて、油圧のディスクブレーキのドロップハンドル用のもの、はい、こちらが一番高い商品になるんですけれども、はい、手元のレバー左右と、フロントディレイラー、リアディレイラー、そして油圧の前後ブレーキシステムまで付属して、高い方のモデルが12万8000円、はい、安い方で12万1000円ですね、はいはい、その値段の違いっていうのは、はい、高い安いっていうのは、レバーとディレイラーのプーリーケージの素材が2種類ありまして、はい、高い方はここの部分がカーボンでできてます、はい、なるほど、で安い方はアルミでできてます、なるほどですね、はい、カーボンの方がちょっと高い代わりにちょっと軽い、はい、はい、アルミの方はちょっと重いけどちょっと安いと。ということは、その重量以外の性能的な部分は全く同じです。なるほど、はい、全く同じで、重さとか、あとは価格、質感ですね、はい。見た目の質感でお好きな方をお選びいただくというような形になります。はい、で続いて、はい、ワイヤー引きのブレーキに対応した、EDS ですね。こちらも同じロード用で TX と呼ばれるシリーズになるんですけど、こちらはブレーキは付属してなくて、その分安くなってます。手元のレバー左右とフロントディレイラー、リアディレイラーのセットで、カーボンモデルが11万円。安い方のアルミの方で10万2300円ですね。なるほどです。ということは、すべての商品に共通するのが、
変速段数をお好みで使えると。使えます。その分、カセットに関しては、ご自分でご用意されるか、もしくはお手持ちのものを使っていただくかそうですね。ということですね。はい。なので、イメージとしては、はい、この商品を使って、新しく自転車を組み立てるっていうよりは、すでにお持ちの自転車を、電動化する。そうですね。この自転車、パーツを使って電動化すると。はい。でその時にすでについているパーツの変速段数とかを選ばなくて済むというところが大きな特徴になっています。なるほど。はい、はい、それでは今非常に話題をさらっている、ね、EDS の各3商品について今日は拓磨さんに紹介していただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとインタビューできなかったんですけども、エリートウィルさんのブースの商品を見させていただきました。すべてカーボンホイル。突筆すべきはですね、その重量と価格ですね。 40mm ハイトのドライブ 40D、 こちらがなんと 1260g で、価格は、まあ、15万円ぐらいで買えるということで、こちらのね、バトンホイールも非常にかっこよかったです。価格も前後セットで20万円を切るような価格ということで、今後の注目株になるんじゃないかなと思います。前編はこんなところで、また後編をぜひご覧ください。よろしくお願いします。